ロビン・アンティンは、アメリカ合衆国の女性ダンサー、振付師、ミュージックビデオディレクター、女優、衣類デザイナー、起業家。1995年に、バーレスク一座、プッシーキャットドールズ、2007年に、ガーリシャスを結成した。2005年までに彼女は、R&B グループの国際的なヒット、ラスベガスナイトクラブ会場とフロアショー、いろいろな商品、 そして、リアリティ番組などグループを多角化、多様化させていった。アンティンは、振付師としては、パリス・ヒルトンのような芸能人とアナスタシア、ピンク、オフスプリング、ノーダウトなどを担当した。加えて色々な映画で、ダンスアンサンブルに対して、責任を持った。2009年に彼女は、シンガー、ソングライターのマット・ゴスのマネージャーになったと、発表された。 彼女は有名人ヘアスタイリストのジョナサン・アンティン、ディレクターのスティーブ・アンティン、俳優のニール・アンティンと姉妹である。ジョナサンとテレビ番組ブローアウトに出演した。プッシーキャット・ドールズはアンティンが1995年に結成したアメリカ合衆国の5人組のポップ、ダンスグループ及びバーレスク一座である。グループはロサンゼルスに拠点を置くバーレスク一座として、 活動を開始し、2003年に音楽グループとなった。そして、2005年にネバダ州ラスベガスのシーザーズパレスで巡業した。ガーリシャスは、ナタリー・メヒア、クリスティーナ・セイアーズとニコーレ・コルドバは、アメリカ合衆国の都会に住むトリオである。元メンバーであるティファニー・アンダーソンは他メンバーとの考え方の違いと紛争により脱退した。このグループのメンバーは、 プッシーキャットドールズによって発見された。パラディソガールズはそれぞれ異なる国からの5人のメンバーからなるグループである。チェルシー・コルカはアメリカ合衆国、アリア・カスカウェーはフランス、ローレン・ベネットはイギリス、ケリー・ベケットはバルバドス、シャーメイ・キューピットはフィリピン出身である。グループが現在、ウィル・アイアムのウィル・アイアム・ミュージックグループ。 インタースコープレコードと契約している。彼女のツイッターによると、プッシーキャットドールズを主演させたワークアウトの DVD をリリースする。2009年12月15日に世界中でリリースされる。ありがとうございます。